皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は近所にあの店が多いとがんがというお話です。今回はですね、近所にある食料品店やレストランと、がんとの関係というですね、ちょっと変わった研究を紹介したいと思います。皆さんの近所にはですね、どんな食べ物のお店がありますか？住むところをですね、選ぶときには近くに食品を売っている大型のですね、スーパーがあることや、コンビニやファーストフード店などがあることを、基準にする人も多いと思います。ただですね、これ一部の飲食店が近所にあることは必ずしも健康にいいわけではないと、そういう研究結果が出ました。こちらのですね、今年の5月にジャマオンコロジーという雑誌に報告された論文です。この研究ではですね、アメリカの国民を対象として、住んでいるところの、食べ物へのアクセスと肥満関連のがんとの関係を調査しました。まずですね、このアメリカでは食料品店へのアクセスが悪くて、新鮮な食材をですね、手に入れるのが困難な地域のことを、食べ物がですね、ほとんどないことの例えから、フードデザート、食の砂漠というふうに言うそうです。このイラストのようにですね、一番近くのこのグローサリーストアですね、食料品店が15キロ先にしかないと、そういった地域のことです。一方でファーストフード店や、コンビニなどですね、これ一般的にですね、安くて、ボリュームがあるけれども栄養のバランスが悪い食べ物を売る店が集まった地域のことをですね、これ食べ物が豊富にあるということの例えから、フードスワンプス、食の沼地というふうに言うそうです。極端な例なんですけども、こういった地域のことです。また今回のですね、調査対象となっているこの肥満関連のがんというのはですね、肥満や運動不足が原因の一つというふうに考えられている子宮内膜がん、食道の腺がん、それから胃噴門部がん、肝臓がん、腎臓がん、多発性骨髄腫、髄膜腫、膵臓がん、大腸がん、胆のがん、乳がん、卵巣がん、そして甲状腺がんの13種類です。今回はですね、このアメリカの3000以上の地域、郡ですね、郡における食の砂漠スコアと食の沼地スコアを算出して、これとですね、肥満関連のがんの死亡リスクとの関係を調査しました。結果になりますけれども、まずはですね、およそ3000の地域を肥満関連のがんによる死亡が多い地域と少ない地域に分けたところ、このがんによる死亡が多い地域では非ヒスパニック系黒人住民の割合が高く、高齢者が多く、貧困率が高く、そして当然なんですけれども、肥満率や糖尿病の罹患率が高いという特徴がありましたけれども、それに加えてですね、がんが多い地域には食の砂漠スコアが高い住民および、食の沼地スコアが高い住民が多く住んでいました。さらに食の砂漠スコアと食の沼地スコアはどちらもですね、高くなるに従って肥満関連のがんの死亡リスクが増えるという正の相関が見られました。こちらのグラフはですね、食の沼地スコアと、がん死亡率の関係を示したグラフなんですけれども、この食の沼地に住んでいる人がこの多い地域ではですね、このように、がんの死亡リスクが高くなっていたということですね。このように緩やかな、正の相関があったということです。最後にですね、年齢など複数の因子で調整した解析では、食の沼地スコアが高い地域、つまり近所にファーストフード店やコンビニが多い地域に住んでいる人では、肥満関連のがんによる死亡リスクが 77% も高くなっていました。というわけで、結論としてはですね、新鮮な食材へのアクセスが悪い場所に住んでいる人も、そして逆にですね、ファーストフード店やコンビニが近所に、たくさんある場所に住んでいる人もですね、どちらもこれ肥満に関連したがんで死亡するリスクが高くなるという結果でした。でこのうちですね、日本ではアメリカと比べると、食の砂漠というのは少ないと思うんですけれども、食の沼地が問題になると思います。つまり近所にですね、ファーストフード店やコンビニがたくさんあると、がんで死亡するリスクが高くなるということです。
はい、というわけで、ちょっとですね、変わった研究なんですけれども、やはりファーストフードやコンビニなどですね、この便利な店が増えるに従って、がんのリスクが上昇している可能性があることを示す、一つのですね、根拠になるのではないかというふうに思います。いつも動画のご視聴ありがとうございます。この度ですね、がん相談サロンというオンラインサロンを開設させていただきました。このサロンでは、皆さんからお寄せいただいた質問やご相談に答えたり、皆さんと一緒に、オンラインでミーティングをしたり、あるいはですね、メンバー同士で交流できる場を作っていきたいと思います。サロンの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。